風見取り風見取りは鳥をかたどった風光系主にヨーロッパの境界道や住宅の屋根の上に取り付けられている。また風光系としてよりも魔除けとして取り付けられることが多い。風光を見るための風見取りの起源ははっきりしないが、オンドリが悪魔を追い払うためとも聖ペテロの標識であるからとも言われている。教皇ニコラスアイヨが 教会に風見取りをつけることを法令で決めたため、旧世紀頃から教会を中心に普及し始めた。今でも西洋の古い教会などの建物の突端には、風見取りなど何らかの風光を示すものがついていることが多い。例えば、スペインのセビーラ大聖堂の高さ約98メートルの首楼の突端には回転して風光を示すブロンズの女神像があり、 その首脳は、ヒラルダの塔と呼ばれている。風見鳥は、屋根の上部などに取り付けられるもので、下部には、東西南北の四方位が十字型で示されており、その十字の中心部分に取り付けられた鳥の向く、方向によって、風向を知ることができる。また、警戒心が強い温鳥の習性から、魔除けの意味あるいは、キリスト教の強制の発展といった意味も持っていると、言われる。なお、 装飾部分については、馬をかたどった、風見場など、鳥以外の動物や乗り物などをかたどったものもある。風見鳥という言葉は、もともとは、風に向かって、大しく立つという肯定的な意味で用いられていた。しかし戦後の日本政界で、中曽根康弘が、風向き次第で態度が、すぐ変わる、風見鳥と揶揄されたため、日和見主義という意味合いを持つようになった。 その後は中曽根に限らず態度がすぐ変わる政治家が批判的に風見取りと呼ばれることが多い。例として2012年12月23日の産経新聞ではジョン・ケリーが米国国務長官に指名された際の記事に民主党重鎮、風見取り批判もとの見出しがある。風見取りの館人館風見取りの館がある神戸市では風見に鶏が 市のシンボルマーク的存在となっている。例えば市街地の電話ボックスや時計台などに風見鶏が取り付けられたり、観光土産のパッケージにも風見鶏が印刷されているものがある。NHK 神戸放送局でもオリジナルの風見鶏のロゴマークが使用され、2011年まで大阪局との識別のため7時、12時、19時に風見鶏に見立てた。 放送局オリジナルロゴのテロップが流されていた。1977年に神戸を物体として放送された NHK 連続テレビ小説のタイトルにも風見取りが採用された。2006年2月には神戸空港開港に合わせ最初に空港へ着陸した ANA の飛行機の機体には風見取りの絵が描かれていた。航空機などの飛翔物において 空力を受ける中心が重心より後ろにあることで、機体の姿勢が移動方向に追随しようとすることを、風見安定という。例えば矢の羽やミサイルの翼が後方に取り付けられているのは、風見安定を確保するためである。航空機において垂直尾翼が機体の後方に取り付けられているのも、同じく風見安定を確保するためである。また、通常、 尾翼形式の航空機は主翼も重心より後方に位置している。そのままでは機体の後方のみが持ち上がり機首が下を向くことになるため水平尾翼が下向きの揚力を発生することでバランスをとっている。風見取り小袋、風の捉え方ブリーフトランクス。ありがとうございます。